今ここうがなびらの時間です。あ、ま静かなあれですね。徳久さんまたこれ。あの渡、ー <laughs> あのー、りにあって、<laughs> あのー、もういきなりいいな。じゃあたたりの話からお願いします。生まれた時から、はい、あのー、つい最近まで後ろに百太郎がいたんですよ。<laughs> <laughs> 後ろの百太郎わかります？あのー、多分百太郎の説明からしないといけない。あ<ー>もう多分自分も。 あの恐怖新聞書いてる人ですよね。はい、一緒ですよね。はい、梶原一あの作者名ら恐怖新聞は梶原一ですねあの恐怖新聞を集めてました。恐怖新聞の前が後ろの百太郎でしょ、多分、えー、そうですね、恐怖新聞の中に出てくるのが後ろの百太郎かもしれない。ああ<ー>、ちょっとどっちだったか、梶原一起、喧嘩バカ<っ>空手ばか一代の人ですよね。ね、その、あのーあ、同じ作者だ。じゃあ、徳士の背中に、ね、後ろの百太郎が。いて あまあ、空手の話ですけど、うん、そういえば極真流空手ってあるじゃないですか、うん、極真流空手ってあの大山正達さんがあ大山あれ,あれでねあのマスタツって読みますねマスタツさんが、はい、沖縄に来て沖縄の空手習ってあそこでコピーして出して琉球空手に怒られたって話してますあえあの人が持ってきたんじゃないの、うん、違いますよ琉球空手が怒る沖縄,沖縄の人があの教えたらしいですよ その増さんに、はい、へえ大山って名字があるから山、はい、の人なんだえ大,山マスお大山さんって県外の人じゃないですかそもそもが沖縄の人じゃないですよねああそうなんだいやじゃあ自分はあの大山って名字だから勝手にで沖縄の人だと思ってましたそれだけでああいや違うみたいですよ<ー>で一応いろいろあってあの知ってる人はやっぱり事実を知ってるので、うん、例えば熊殺しとか言っても熊,熊とかこんなあの一身長1メー,ターぐらいの熊 <laughs> あ牛殺し牛牛いや一メートルぐらいちっちゃい子牛を子牛だったとかうん、うん、あ苦したけども子牛子熊うん、うん、そしてあの要はあのアメリカであのショーみたいな小ビジネスみたいなものの何かの時に何だったかなあのー、スタントマンの仕事をしてたのか何かわからないけどうん、うん、アメリカで何人かの強盗,強盗が、うん、銃を持ってあのー 例えば日本人だと思って絡んだんじゃないですかお<ー>あの強盗をしたんじゃないですかそれを空手をやってる大山正辰正達,達さんが古典版にやっつけたと3人ぐらいお<ー>それがあのアメリカの新聞とかメディアで取り上げられてとんでもないブームになってそれで大儲けしたとこから始まったのが極新流空手らしい,いあそうなんですかこれこれこれは実話のエピソード今のが その中でやっぱりこの「恐怖新聞」書いてた梶原一樹さん、はい、が、あのー「空手バカ一代」っていう漫画<ー>だからある意味あの極、ー、真ってなんか空手のすごいののイメージがあるかもしれないですけど、うん、まあそれはそれでうん、うん、工業的には成功してるって言えばいいですかうん、うん、要はあのー、広まってるんでうん、うん、本当に空手の中のなんていうんですか、あのー、源流に沿った、うん 空手っていうものを通して例えば僕は空手はやってないんですけどうん、うん、何か人間関係なりあの自然の法則なり何かを真理に向かう,う,うものであるはずですよね。なんでかというと、道だから道、うん、ですよね、うん、ですよね布袋山さんそういう中でいうとあの多分沖縄にその源流があるんじゃないですかあ<ー>だから世界中から空手家はあの あー朝鮮人なんだ人じゃなくて日本統治家時の朝鮮半島生まれですねどでもどっちかわかんない<ー>両方可能性ある聞かしたかもしれんし<ー>日本人かもしれんしれそうなんですねお<ー>まあその梶原一樹さんの恐怖新聞ですよねであの読むと寿命が一日縮まるあだだだった100日じゃなかったですよだから100、うん 100日縮むか、多分百100日だったはず、1, 1日読むと100日縮むそうそう、今日新聞、ちょっとね、はまって、全巻集めてたんですよ、えー、いやー、懐かしい、なんかあれ、でも、なんか内容は忘れたのに、面白かった記憶だけある、うんあの、勝手に読みたくないのに、バサ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 って入ってくんですよね、ねえ目つぶってても見えちゃうんですよね、気,気になるからね、内容忘れたの、でも、でも面もかったっていうのだけは、はっきり覚えてる。 前回持ってたんですけどね自分ねまあまあこれがマーケティング的に言うと成功まあまあバイブル処法みたいなああ<ー>まあ恐怖を植えつけられたみたいなまあなかなか、ね、人のこの怖いものを見たさってねやっぱ見たいですからね、うん、この怖いけど気持ち悪いけどね、うん、見ないでって言われたら見たくなるしね、うん、そうなんですよえでどうしたらそのちなみに背中のたたりの話はここからつながるんですか <laughs> 背中のたたり <laughs> 例えば、あのー、普天間さんあの高校時代のベスト体重何キロですかえっとね72キロでした72キロ、はい、もう本当にめちゃめちゃ軽かったですよ今は何キロですか今はもう80ですね72ってガリガリじゃないですかあの身長的に言ったらそうですね一応もあの時バスケットやってたから、うん、えっともう,も,うもう相当締まってましたね72だから。うん ですよね、あの日、あの時っぽいですねあれ以来72はないです、78ぐらいですか、70、一応ね、6です、76、じゃ超もう超いい体型ですね、もうむしろちょっと痩せてる方じゃないですか、もう72キロだから、本当に絞られた感じ、ボク,ね、ボクサーみたいな感じ。の時から何キロ太ってるんですか うん8キロでしょうね、まあ、一応、まあ、今、80はないぐらい、今多分七78ぐらいだと思うので、もっともっと太ってないから、人生で最高体重は多分ん81なので、意外や意外だから、あのー、じゃあ、例えば、あのー、普天間さん、右足折ったとか、左足折ったとか、そういうこ経験ないですかえっとね、両腕は折ったことありますよ、両腕折ったことあります、はい、手首と肘<ー>同時に な何で,やったんですかえっとね、自転車で急な坂をバーって行って、<わ>で降りたところがカーブになってて、うんブレ、なんか分かります、小学生って意気があって、ブレーキやったら根性なしみたいな感じで、<ー>ブレーキやらんで、そうそうそう、あれでやって、調子乗ってブレーキにも握らんでやったから、うん、最高速度で壁にたたきつけられて、<ー>左手首と右肘だったか、まあ、逆だったけど、両腕ギブスしたことあります。 したら、そのとき、何年生だったんですかえっとね、6年生で、中学校上がる狭間だったはず。じゃ困りませんでしたで、いじ困りましたよ。だから、両手骨折してるから。オナニーできない。あの、まだニー覚えてなかったかで覚えてなかったから、親に体を表しましたあ<ー>っ両手使えないんだから。<ー>で、その両手骨折したとき、そのときに誰もいなくて、おうちに。 ででもう横たわってもう炎天下の中、うん、であんたどうしたのっつって、うん、おばちゃんが自転車を車に積んで、うん、お家まで連れてって、うん、で家に誰もいない、うん、でなんとなくこやばいだろっつって、うん、自分で痛いけどこう耳と耳に挟んで自分で救急車呼んで自分で救急車で運ばれましたボタンはどんなとおしたんですかあのとき回すときです、<ー>もう痛いながら、もう僕は痛いけど、事故の、ね、黒電話の。 これで呼んで救急車がピーポーピーポーピーポーあーって過ぎてってから近所のこの辺さりげなくドップラー交換さりげなくドップラー交ちょっとモノマネを入れてピーポーピーポー今わかりますねもう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 で過ぎてからで普天間さんのおどこねって玉木さんっていうとこから聞いてあっちにか普天間だよってって戻ってきてそれでタンカーで運ばれてで病院から親戚に電話してきてくれてみたいな 生まれて後にも先にも救急車で運ばれたのはもうこれです自分で呼んで自分で運ばしたっていう、えー、ちなみに僕は救急車6回か7回ぐらい乗ってます多すぎでしょ6回もあるの6回ぐらいは乗ってますけど数えたらないけどだって一番最近手だこで呼びましたよねセミナー終わりでね車引き上げてセミナーしたら全力のセミナーの後あ,ーあれもあれもあ,もあれが最新ですよね徳士さんの救急車歴はその前はあの 両血跡あ,あまりにも痛くてもう死ぬと思ったんですよええー、3年前か4年前かあの妻と別居中喧嘩して<ー>たった一人の家の中で腹が痛くて 3, 3年前です5年前かな四年,年前、うん、3年前か、うん、3年前ぐらいに死ぬほど痛いですよ<え>腹があ腹が痛いんだえッ<あ>チ,チンの棒が痛いと思ってる人多いですよ、ね、あそは尿路結石だそれは結石ですねああのあの,あの 尿道だけど尿道はチンチンの中にもあるじゃないですか体のだから結局膀胱のところ<ー>膀胱から下っ腹が激痛でなんで痛いんだろうと思ってあの酒飲んで寝ても酒飲んで寝ても鈍痛がすごいんですよ<ー>でしまいにはうめうめううってうまくくられてもしかしたら死ぬかもしれないって救急車呼んで。 したら何が痛いかわからないけど救急隊員も何が痛いんだろう何が痛いんだろうってやってるんですよ。したらあの病院に行って尿検査をしたら血が混じってると<ー>多分っていうことでそれから救急病院では対応できないからって言われてうなりながら点滴と痛み止めでうなりながら自分の足でまた行くんですよねえー、救急で運ばれても自分でまたタクシー乗って行くマジですかその後だからら救急で行ったら 身寄りがない人とか大変ですよあお金持ってなかったらたまたまあ<ー>病院から病院にタクシーで行かないといけない自分でうもう終わりですよ救急はここからああそっかうんもう面倒見ない僕救急車に乗ってあれって思うの結構ありますよ僕、うん、水難事故で人助けたことあるんですよ、うん、そしたら第一発見者で人工呼吸したから人の命を救った結果的に救ったんですけどうん、うん 人工呼吸、息と心臓と呼吸が止まってる人を水中から水面に引き上げて、水面で人,あの人工呼吸して、うんうん、水面で生き返らしたまま救急車に乗せたことあるんですよ。えー、あ僕、あの、警察に表彰されてるんですよ。水の上でそれやっちゃったんだ海の上で、あげた、あげる前に。海の上で。水深20メーターに沈んでる人見つけて。え、たまたま見つけたのダイビングしてる時に、 たたまたま水深2 0ルで素潜りしてる人が血吐きながら沈んでるのを見つけたんですよ。たま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 。たまたますげその人を水中で拾ってあの生徒さんたちも全員浮上させて<ー>生徒さんたちは講習中だったからダイビングの浮上させて<ー>そこから人工呼吸しながら救急車を呼んでって叫びながら<ー>人工呼吸しながら救急車を呼んでくださいって助けてくださいって叫びながら素鍋の沖から。 2 0ー,ー深さで結構大きいから、まあ、でそこから10分ぐらい人工呼吸しながら岸まで引っ張って泳いで人工呼吸しながら引っ張るのそうですよすげえ人工呼吸しながら引っ張って泳いで岸まで連れてった時には救急車がもう同時についててで,ああで水面上げるギリギリで息吹き返して「ふっ」て「うわ」って「うわっ」水わって血入って息吹き返して「えー、でうって意識が戻らないまま「うー」ってやってるのを 第一発見者ですかって救急車に乗ってくださいって言われて、うん、どうでしたって様子はどのぐらいの時に何がどんなんだって聞き取りされるじゃないですかで救急車についてあの手術が始まるじゃないですかバーって緊急中して<ー>このオペ室まで入るんですよでお医者さんにどこの推進でどんなだったどん,どんなどんなって聞かれるじゃないですか<ー>ウェットスーツ着たまま <laughs> ウェットスーツ着たまま乗ってきてるからでその後じゃあこれでありがとうございますって笑って出されて終わり、えー え財布も何も持ってないのに、マジかよ <laughs> その配慮、ああそっかそっか、どうしたんですか。だから、すいませんって、カクカクしかじかで救急車に乗せられてしまったので、どこどこに電話してもらって、僕の友達、ここに迎えに来てもらっていいですかって、中部特集会病院まで。<laughs> <laughs> すげえ、いい話なのに、こんなオちがそうですよ、だからあの、救急車で運ばれた後の処理とか、ちゃんとしてないっていうか、もう、あのそっからはもうないですよ何も, <laughs> もうな,んかなんか違い方形に似てるね、もうね。<laughs> うんだ救急車でなんかって言ってた、もう次から次へと人が来るから、バン,バン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 出さないといけないじゃないですか、金融の方がどんどん入ってくるから、だから大変ですよ。 すげえ何の話から救急車の話になってるんですかーードップラー効果の話そう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 そして両手に感謝しましたあい,いえな多分しなかったもうあのなんつうの不便やっさとしか思ってなかった、うん、だから当たり前にあるものがなくなった時にうん、うん、あなんてありがたかったんだって思うものですよね、うん、だから ありがたいことって当たり前のことだから、実際ちょっと怖い話ですけど、これはあの聞,き手の聞き手の人たちの聞,聞き上手じゃないと聞けない話ですけどね。<ー>あ<の>ゾッとする話ゾッとしないです。あのうん、すごいなっていう話です。ある、これ嘘じゃないですよ。今、絶対ギャグ入れないですからね。アフリカのどっかの密林にバカ,バカ族っていうのがいるんですよ。<ー>バカ族。 あの、バカにすればいいのに、NHK でやってたんですよ。ちょっとバカ族っていうのがいて、そこには貨幣がないんですよ。お金がなくて、みんな幸せにして、そこにバカ族に貨幣が入り込んできたんですよ。なんでかってアフリカのちょっと主要道路に近い部族なんで、そのアフリカ全体として、ちょっとお金が回ってくるじゃないですか。したら今まで自給自足でやってた、 らしいんだけどバカ、うん、族よりちょっとあのもう少し内側にいるバカ族がいてうん、うん、そこは全くまだお金とかを流通してない。だけど洋服とかは T シャツとか着てるんですよテレビで見たらうん、うん、でどうやって手に入れてるかって言ったら服が欲しいと思ったら隣の村に行って3日ぐらい労働して洋服もらってくるとかそういう生活らしいんですよなるほど基本的にはその日暮らしで全員がハッピーなんですよ<ー>だからで面白いのがあって あの若い男の人たちが狩りに行くじゃないですか狩りに行って例えばこういう、うん、哺乳類系をウサギとか4匹ぐらいこ取ってくるんですよ、うん、3人ぐらいの男がそれをさばいて村人に配るシーンがあるんですけど、うん、15人とか20人ぐらいの集落なんですよ一つの大きな家族なで<ー>コミュニティー作社会を作ってるんですけどそこであの全員に同じ分量を分けるんですよ。うん 取ってきた人が多いいとかじゃないんですよみんな一緒食べ物は全員で同じ量を分けるっていうのがもうシンプルな生きるルールなんですよ、ね、そこのねそして取ってきた食べ物をみんんななにに配る時にお礼がないんですよ、うん、あ実はここで何で「ありがとう」っていう言葉がないのかっていうのを NHK でやってたんですけど<ー>食べ物をみんなで分けることは当たり前だから食べ物に関しては 食べ物をみんなで分けて食べるのって家族だから当たり前でしょっていう,う当たり前のことを当たり前にされてお礼を言うってことはないんですよ。なるほどだから例えばもしかしたらあの当たり前っていう言葉は悪い言葉でもいい言葉でもなくて。うんあの なんていうんですかね水が飲めるのは当たり前じゃないですかで当たり前じゃない時にありがとうって思うんですよね<ー>だから多分あの震災とかで水不足になったとか手を洗う水が、うん、とかだからあの杉谷さんが熊本にボランティアとに行った時に。 フェイスブック読みましたけど、ボランティアの、うんうん、ペットボトルの水で手洗っていいって言われたら、え、いいんですかって思ったって書いてましたよ、<ー>そのぐらい水がないから、手が汚れてたんですって、<ー>あのボランティアで作業して<ー>で、手を洗おうと思った瞬間に、<ー>え、手が洗えないんだと思ったって、<ー>フェイスブックに書いてましたよ。<ー>だから今まで僕たちって手が汚れたら、水を出して手を洗う。うね、洗いますね 僕も本当に車が汚れてるなと思ったらすぐ高圧蒸浄機でバーってやるけど、本当に震災の場所のようなところだったらそんなことできないですよね。うで昨日もまたテレビでやってましたけど、あのアフリカのどっかで子供たちが30分かけて水を移動スクイにく。ああ見たことある見たことある。あるじゃあ,あのこれはもう結構有名なやつなので、うん、え,え,えっと30分どころか人によっては3時間のところます何時間かけてってありますよね。そうそうあのその地域によっては。毎日毎日。毎日 そんな飲み水、ね、家族の子供の仕事なんですよね、水汲みっていうのは、シンプルで、なおかつ大変な仕事、僕見ましたよ、なんか象にあったりとかしたら危ないんですよね、野生の象にあったりとかしたら、あの気づかれない。うだから、匂いがしない風上からとか、<ー>子供たちが風下からは行かないとか、なんか,なんか,なんか風上に向かってとか、なんかやりながら水汲みに行ったり、学校に行くのも3時間歩いて学校行ったりするんですよね。<ー>勉強したくて。 いや、いい話だ徳さん。ちょっと当たり前で、うん、じゃあ、ええ、ええ、えと何、あ。なんかよくね、本、なんかの自己啓頭のね、あの、感謝の反対は当たり前っていうのがあったけど。うん、だからどら、そう、そういう意味じゃないんじゃ。じゃないですね。そういう意味う、ね、じゃない。んですよあの、だから、あの、聞き手が、うん、あの、言葉一個に、うん、あの、反応する人っているじゃないですか。うん、当たり前って、ありがたいことだよって言ったら、うん、あの、この前も、多分。 浅く本読んだりする人はありがとうの反対は何ですかって言ったら本に当たり前って書いてるからそれを知識として使いこなせない人ってありがとうの反対は当たり前だよって言うけどそういう意味じゃないですよって当たり前がありがとうなんですイコール、反対じゃないからなるほど当たり前がありがとうイコールだったんだねイコールなんですよだから、ちゃんときちっと物事を陰と陽の関係と同じで。 男と女は反対じゃなくてイコールだから、うん、光トカゲは表と裏じゃないんですよあの表と裏って反対って意味じゃないですかうそ,うそういう意味じゃなくてコインの表と裏って反対の反対も反対だからだ同じだからね繋がってるしねどっちも表と裏だしいい話。でそれは2つ 一つじゃないですかこれインティマシーって言うつで1つって意味統合統合か統合統合合一もなじみ統合合一と違う同じだと思うよ要は一緒なんですよ一緒ね正義と悪も一緒だね反対だけど一緒反対だけど一緒だね反対だけど一緒だね一緒だからこれをありがとうの反対は当たり前なんですよっていうそういう当たり前な話じゃないですよね あのさっきあのそのそ食べ物の話に、うん、食べ物をもらうときなぜありがとうかって言われてるとそれは当たり前だからねいい意味でねだそれが当たり前だったらあの人助けが当たり前だったらありがとうっていう言葉がなくなっちゃうんですよねだからありがとうってことばがなどなるほどもう人助けが当たり前になると、うん、ありがとうがなくなるかもしれんと。うんうん 面白いんですなありがとうって要はだからこの人の中にありがとうっていう心があるのはあの自分のところになかったものが当たり前じゃない人にあり,ありがたいことが起こった時ですよねだからその人が「ありがとう」っていうのは本当に当たり前じゃない時だからだけどあの家族に対して例えばお父さんが給料稼いで子どもたちのご飯をやってる、うん、子どもたちって 当たり前に思ってるじゃないですかうんだけどこれが反対の立場になって自分が親になって子供たちにしてるときにあって自分自身がこっち側に来たときに自分の親父にありがとうって思うんじゃないですかもうんその時に初めてねその時に親になって初めて親の気持ちが分かるっていうこれねこの親の気持ちにちょっと自分30で子供も31かなで子供できたからちょっと その時にふふととおくろうち夫婦30同級生なので2人とも30で子供ができたわけですよところがうちの親父とおふくろはおふくろは1920歳の時に自分できて親父はその時2 4四5ヤンキーだったんですねもうに本当にほんとに安心若いうちに子供できてたら俺がもし同じ年に子供作ったらできたかなとかねだからその時はい。 うっったたふ親父をすごいやしってから30で子供できても大変なのにねあるけど経験して勉強もして昔みたいに子育ての知識も集めやすいじゃないですか今はなのに大変なのに昔の人はな若いうちから子供できたと思ったらちょっとすごいなと思ってもう今の本当に立場がならんとわからないですねいくら感謝せって言われてもそもそも服部君とか 今、存在自体が大成功ってしてた <laughs> <や>存在自体が大成功 <laughs> そこまで深くは考えたことはないです深いとか浅いとかじゃなくて、はい、あの何億の精子と何十万個分の1の卵子とそれが受精して生まれる確率って銀河系の星の数のより低いよう えっとえ、何億分の1でしたその。生死が何億ですよね、うん、ろ ?60 億、5、6億その中の我々一人で。それは、あの、普天間さんは一発射精で考えてますよねえっと、一発だけとしてよ。普天間さんのこの DNA を 何発出したんですか今までマスターベーションで。<laughs> 無,無駄、無駄な精子まで無駄打ちまで入れた無駄打ちも使ってますよね。えっ入れたら、多分あの、一生瓶の8本はあるんじゃないかな。あ,ありますよね。<laughs> 一生瓶8本ありますよね。<laughs> なんでかって僕計算したことあるんですけど、はいはい、あの、新町の精子、毎年、毎日何トンだったんですよ。マジで、うん、いや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 、徳 <laughs> さん。 トンはいかんでしょいや、僕、なんかのほうっ歌舞伎町が何十トンの精子が処理されてるって、<laughs> 1>, いや1回当たり20ミリリットルとか30ミリリットルとか、た仮定してね、20ミリと仮定して、1000人の女の子が働いてたら、1日10人のお客さんを取るから、1万人かける20ミリリットルですよ、20ミリリットルが10人で200ミリリットルですよね、じゃあ,あの、1日でトンまでいかないか。 じゃあ、コーヒー100本ぐらいまあ、合わ余裕でいくでしょうね。1000本とか。まあ、販売気分ぐらいは出るかもしれないですかすごいね、ちょっと、こんな考えたら、生々しいね。<ら> <laughs> しかも徳志、徳地さん、今よ。徳地さん、今よ。あの、ツイキャスで、はい、いや、いい話、勉強になります。深い,い話だなってコメントあるのに、<laughs> その後に、精子1トンって話してるんだよ。<laughs> も徳地さん、カルビス飲んでる最低だ、これ。<laughs> <違>徳地さん、狙ったのこれ狙ってないんですけど、狙ってないんですけど、いや、だから<ご>そういう意味服部君なんか、深い話だけど、すごいいい話ですよ、これ。んかん,なん,なん何十億とか何千億ですよね、生死分の、そ,それでる、億、億 お女の人がもう何十万個ぐらい作るんですか、一生のうちに卵子を卵子、何万、一、ね、万個、何千個かな、分からんけどと,とりあえず、確かにもうそれ考えたら、それ分の1ですよね。存在してるるだけ大成功、うん、なるほどね、うん、それ分の1でない、ここだけ考えてだけだよ。はいはい、<laughs> だけど、言っとくんだけど、わかるおじいちゃんいなかったら存在しないよ、たった一人。 個でもね、それもひいじいちゃん1人いないだけで終わりだよこのネズミ孔は崩れるよ全部逆ネズミ孔みたいになってるからさあはいはい分かります逆ネズミえどういうこと逆ってあいいかお父さんとお母さんにお父さんとお母さんとお父さんとお母さんがいるんですよ一つでも崩れたらもう崩れるって意味一番上のてっぺんの1人崩れただけでもう存在できないあでしょ なんでおじいちゃんいなかったら終わりだし、おじいちゃんのおじいちゃんがいなかっただけで存在できないじゃないですか。一番上、誰だろうね。<か>頂<点>一番上、広がっていくじゃないですか、どんどん。普通は狭まっていって、一人に、アダムとイブにいきそうですよね。ーうん、バーって広がっていく中の一つだから、多分やばいんですよ。もう、本当にもう、H だよね。<ー>元は何ですかって言たら、もう、H っていうしかないよね、もうね。うん、もう、すごすぎて。まあ、H。H、まあ。とりあえず、存在自体が、もう、 奇奇跡跡でししょ奇跡っていいううかもう、はい、かた大成功し成功功たたみすでに存在で大成功なのに、はい、だから、まあ、意識体の時のに地球めがけてさ「うんうん、よし地球に行きたい」って言ってバーって行くうちの確率の多分99.99999% 99 99は「ああごめん今回も虫かよ」とかやってるんですよね「ーあいや今回犬まで行ったよ」みたいな。 進化する生物的な進化しているところに行かないと意識下に上げきれないさ、うん、要は僕たちは地球から生まれてるから、うん、結局地球から地球の原子とか元素とかを使って生まれてるでしょボ,ボディーは組み立ててるじゃないですか、うん、でしょ はい、地球上にある炭素とかでしょこの体は大体炭素とか何かいろんなカルシウムとかいろんなのがたんぱく質とかあるけどこれ全部地球もそもそもが全部地球上にのものでしょそもそも,も水でしょ水が作ったりあとは光のエネルギーを植物が水に転写するんでしょ土からの栄養を吸って二酸化炭素を吸ってあの酸素を吐いて 変なことするよね、うん、二酸化炭素吸って酸素吐いて、うん、光合成してそのエネルギーを自分の体の中の水に入れてこの水を変化させてビタミンとかミネラルとかなんかに変えて、うん、みたいなしてタンパク質作ってみたいなそれ食べた人間が地球ででできてるでしょ、うんね、自分たちは地球にできてるじゃないですかその地球にできてる生物を食べてまた生物になってってやってる、うん、一時期的な借り物さボディは、うんうん、それを 集合意識みたいのがあるからなんで当たり前じゃんそもそも <laughs> そもそも1つなんだから意識が宇宙宇宙自体が1つから始まってるんだから、うん、ワンネスから始まってるんだからそれが全部バラバラになって意識が全部分散させる時に多分多分だよ地球に行くけどゲーム屋さんみたいなでやった時にあの 記憶がないままこの地上に降りてくるんでしょ。<ー>うん、宗教番組です。<laughs> だからよ。もうちょっとあのー、完全にあの今今の三分間は宇宙に行ってましたね。宇宙です。宇宙これが宇宙ですよ。じゃあ C M C M いや静かじゃあ C M 行こい。C M 行こ。でもそうですよね。<laughs> そう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 。なんで何でも間違,な間違ってる間違ってる。<laughs> 何も間違ってる。あのー。 宗教は、宗教はいろいろ誤解だけど、宗教心は OK なんですよね、実はね、言葉として。宗教心っていう言葉を使ったらいいんですよ。宗教心だから。宗教心、そういう心構えというか、宗教と宗教心ってね、すごい、もう神一で。宗教っったら、ちょっと、要はもう絶対心がいるじゃないですか、赤める、もう対象があるから、でも宗教心は対象物ないので。 そうですね、うん、宗教心ですね宗教あのあの水やばいんですよだから徳さんもうなんか肩が柔らかくなって <laughs> もうはまってずっとラジオ中もよう茶回ししてるわけよ <laughs> 8765秒前4321今ここがナビラ後半戦だけどは初めて <music> これ初めて30分前に CM 入ったんにた、半蔵。な今ここ、うがナビラ史上初の30分前に CM 入って、今ちょうど13時30分30秒で戻ってきてよ、ゾロ目で、すごい。いたぶん多分徳さんね、本当にね、あの肩甲骨周り、肩周りが柔らかくなって、多分フェーズが2個分かりましたよ、戸口の,ボールの、うん、あの。 何かっていうと普天間さん、さっき71キロって言ってたじゃないですか、72、2ですね、はい72、これが80だから、まあ分からないと思うんですけど、うん、僕、もともと100超えてたんですよね、うん、115キロあったし、波乗りとかしてる時七70ないので、<laughs> はぁ、あ、この落差、やばいね、70ないところから115、115までいってるんですよ、だからもともと僕、あの一応、もう恥ずかしくないから言いますけど、プロサーファー目指してたんですよ。うんあの人って やりたいことってあるけどそれが必ずしも自分にができることではないからうん、うん、やりたいこともたくさんあればうん、うん、その中のできること見つかるからうん、うん、一つに絞る必要はないじゃないですかやりたいこといっぱい持っていれば一つダメだったら次一つダメだったら次ただ諦めるためにはとことんやってみないといけないわけでそういう中で僕はあのとりあえず憧れがあったからサーファーに。うんうん、あと 波に乗りたいわけですようどうしてもあのおっきい波に乗りたいんですよで結局僕電柱ぐらいの波はハワイで乗りましたけどんうん、うん、あのそんなに僕サーフィンうまくなくてうまくなくてもあんな高いの乗れるんですか根性ですねまた気合と根性だ<僕>その時は僕ハワイであの1週間しかいないの、ね、でサーフボード2本折ったんでああ波で日本真っ二つ日本折っただから普通日本 1>, ね、1週間で日本を降るって相当攻め,た攻めないと折らないですねそもそも1個でも折ること自体が大変なのによっぽどやらないと折れない、ね、よっぽどすごい波にまからないとま,な、ね、まかれないと折、まま、れないんであの角度的にも、うん、あの運悪いそれハワイで2回あのその滞在中2本折るぐらい電柱、うん、ぐらいの波に乗ったんですよ、うん、で結局あの1週間かけてあの1本しか乗れなかったです その時ねでもその1本って超気持ちいいんじゃないですか、その電柱の高さだって、すか、あのー、すごかったですね、あのー、振り向いたらジャスコみたいな、<ー>壁なんですよ、水の。の、今、上に乗ってるんでしょ、下に降りてると高さが降あそか、降りてってって、もうそこに水の壁が。例えばサーフィンって、パーって降りるじゃないですか、テイクオフっていうんですけど、ひゅ、うん、ーって横に行くじゃないですか。うん 降りる、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 降りる降りる降降りりたーみたいな坂道がすごい長いんで,<ー>で、電柱ぐらいの高さからシューッと降りてくるから、<ー>スキーみたいな感じで、だから要はスキーに近いですよ、波乗りが。大きな山が、おんって、だから山がもう、あれですよ、このもうもう要はライオンズマンションみたいなのが来るんですよ。う 前からね、まあ。イオンモールみたいなのが来るんですよ、<ー>実は。イオンモールみたいなのが、大きなうねりが来るんですよ、ドゥーンって、ビルみたいな、でそして乗るときには電柱ぐらいの波で、で、そういうぐらい、まあそこはまあサービンの話はいいんですけど、プロサーバーになりたかったけど、なんでなれなかったか理いうが、先週分かって、先週分かったんすか、はい、たたられてたんですよ、<laughs> たたり、<laughs> これがたたりだったのから、ここでたたり、の何のたたりですか。肩が回らないたたり。<laughs> えでもね30年って言いましたもんね、うん、肩が回らないただで30年30年間さ肩がこんなに可動域があるって知らなくて、うん、要は今,今これがこうなっただけようーん前まではこうだったのがだけど多分、あのー、こんな人世の中にいっぱいいると思いますよ例えば股関節が開かない人いっぱいいますよね、うん、本当はあれ ひあのストレッチクラブやってますよね、はいはい、土の字でペタペタになるんでしょ、うん,うん、僕もあれ目指したいですよ、ああ、土の字ね、土の字でペタペタにするって足だけの問題じゃなくて、手も反対側にきれいにこうやったら、背中の肩甲骨とか、この周りの筋肉が全部回り込むから、大変なことだよ、ああ、じゃああれ、土の字は手もかかってるんだ、手も肩も、手も、手の肩の筋肉の周りのとか、<ー>なるほど。このまま前に倒れていくんだから相当 う手も切ってるね、そういえばあんまり意識しなかったけど、うん、ね本当だ,だから要は、今まで僕はどういうこと、膝例えばこういうふうに考えて、あの普天間さんあの、腰からベルトでぐるぐる巻きにして、膝までぐるぐる巻いたら、ももが動かない状態にして、膝下だけで歩いてたら、どうなるちちちょょょこちょこちょここみたたいな感じこれでで生活してたんですよ僕あそんな感じ、イメージは。 うん、んん肩が回らないんだもんよくこれで30年生きれましたね <laughs> <laughs> だから可動域があだから要はだから腰骨からももの一部でも締められたら動きがちっちゃくなりますよねうーんだけどこんなもんだと思って生きてるからあーこれが普通当たり前と思ってるからねこんなもんだと思って物心ついた時から生きてるから<ー>僕だから一生懸命さプロサーファーになりたかったんで、うん、どんだけ手を先に出してうんうん、うん リーチを取って内側で S 字書いて水あの胸で S 字書いて水を掴んで後ろにできるだけ投げ飛ばしてクロールですようん、うん、こういうのも一生懸命考えてたのにそもそも今はできますよ、うん、手が真後ろまで行って前まで出てくるっていうこういう動作ができないまま波乗りしてたんでうん、うん、もう全然波に乗るのに出遅れるんですよ、いつも。 だからこれで肩が回らないって1個だけで僕もしかしたらこれは中学区2年のサーフィン始めた頃に気づいてればうん、うん、今プロサーファーだったかもしれない、ね、ああそれはもう可能性は十分ねあるんですよ本当の話なんでかっていうと僕とことんやるから一生懸命あの僕海入る前に30分前から柔軟体操したり本読んだりビデオ見たりすごい研究して波乗りやってたんだけど そもそも足首が硬いって前も言いました、運動に適してない体だから、サーフィンとか、あと頭大きいから重心上にあるし、みたいな、うんうん、まあこれは本当か、よくわからないですけど、ある意味、特てじゃあ、ちょっとこの30年間、思い込みを持ってここまでやってこれたってことですよね、そうそうなるよね、ハンデー持ってね。て僕このハンデーを持ったまま例えば 谷村さん知ってますよね。はい、はい、はい。あの、あの、あきらさん、あの、あの、整骨とか、回路とかしてるから、上原さん知ってますよね。あの、あの、石川さんもそうだし、あの、細原さんも全員に相談したし。僕、あの、前も言いました。あの、顕微鏡の背中に、かな、こ、あの。 木づと木づ金槌っていうか元能元の2つコン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 って肩甲骨当てて外すのまい行きましたよえー、もうありとあらゆること試したのにのッディラクのマッサージ師とか僕名前5人ぐらいいますよ あの例えばこっちの宜野湾のリラックだったら男性の人では千葉花さん女性の昼間の若い人では伊波さん、うん、そしてちょっと年配のベテランの人はあの前里さん、うん、あと、とけしさん、愛ちゃん俺こんだけ従業員してるってもうそれぐらい行ってるっていう証拠だからね、うん、そしてあの那覇の潤和志勇は東原さんと普天間さんという人がマッサージうまいトップ2ですよ。うん あありとるのため下にも、うん、マッサージとかあんまとかいろんなものに行きまくって、うん、そこで毎回相談するんですよ、うん、この肩甲骨どうにかならないですかって<ー>そ硬いね徳士さんの回らねえよってこれもうもうべったりなんかガムテープのめちゃめちゃみたいのがこう肩甲骨の周りにガチャガチャくっついてるから<ー>これは大変だねって言われたのをこの水飲みながら。 この水は筋肉痛というかあの全部治すって言ったから本当に治すかなこの水<お>じゃちょっとちょっとちょっとあの肩外してみるかみたいなパ、うん、キッて肩外してうん、うん、パキッてこうやって23、うん、時間かけて右左全部外したらもう一人でやったんですよ、ね、しかもね一人で一人で今もやってます毎日うん、うん、毎日やってます今は毎日戻るんですよ外して戻る外して、うん、あの癖がついてないから<ー>炎症を起こして戻るんですよ だから毎日ちょっとずつ10行って1日1歩3日で3歩3歩進んで2歩下がるん 1>, 1日1歩3日で3歩,3歩,で歩下,が下がるけどみんなで1歩ずつ今進めてる感じ、うん、そんな感じでどんどん柔らかくなっていってるからのきっかけが水ってことですかしたらですねあの要は今までのすべてのメタファーが分かったんですけど天使とかキリストとか神とか背中に羽があるじゃないですかだから肩甲骨がキーなんですよということは肩甲骨周りが硬いと あのエネルギーが取れないっていうか体の調子が全部悪くない、まあちょっと変なしメタファー的な神様の支援が得られないみたいな。要は人間はあの背中が回る要は実はなんでかた肩甲骨って実は前足だっていうことに気,気がついてないんですよね。なんで前足って肩甲骨が前足って。あの人間は例えば哺乳類じゃないですか。まあ両生類から爬虫類、うんうん、爬虫類から鳥類側に行く。 うんうん、鳥側に進化するタイプと、四つ足の哺乳類に進化するタイプに分かれるんですよ。なるほど、なるほど、なるほど。そっか、<だ>前,前足だ。もともとはだから、鉢の羽で、前足で、ちょうどこの肩甲骨の部分がイノシシの肩みたいな感じでおもろいんですかあなるほど、イノシシとかが、ね、背中にボコって飛び出しているのは肩があるじゃないですか。あの部分がちょうど肩甲骨になって、だから、手がこう前に出てる、これは前足で、 実はこれで行く方向とかブレーキとか、車とかもバイクもわかりますうん、うん、制動力って前が7で後ろが3なのわかりますあ、7、3なんだ。うん。よく前ブレーキは強く握りなさいって習いませんでした、二輪で。後ろブレーキと前ブレーキ、自転車で後ろブレーキない方が危ないの知ってます制動力って前が 前にかかるんですよ<ー>なんでかったらブレーキかけたら慣性の法則でるから前,にから前が止まれば後ろ,後ろは浮くから摩擦力がないじゃないですか後輪はだ後輪締めても意味がないんですよグリップしてる前に体重がかかるから前で正動距離がありますよねで走らす時も FF とかが前に右で FF がだからクイックなのは車で、うん、要はあのー 駆動輪とあのー、あのー、制動するとことあと方向を変えるタイヤが前、うん、タイヤで全部一緒だからですよそういうのがあるんですけどだから前足って方向を変えたり止まるブレーキ重要な役割してるじゃないですかその前足を捨ててまで人間は上半身を持ち上げたんでうん、うん、ああなるほどでこの前足の指の部分だけをさらに進化させてますよねと馬かとかで考えれば分かりますけど 前足自体はグーじゃないですか。うんうん,うんうんうん。に、こんなぐらい。グーだね。グーに近いじゃないですか。グーに近い。このままの状態で後ろ足と前足があるけど、人間は前足を出した時に指がこうやって広がっていって、あと、猿と人間はこの、あの、なんていうんですか、反対側に動く指がないんですよね。どういうことですか反対側に動く。猿とか全部同じように動くじゃないですかはい、両方ね。うん、親指、指っていうんですか。 はあのおなんとか星っていうんですか、なんか、こう、向きが違う、ほら、こんななる指ないんじゃないですか、猿は。猿は全部、こうなんですよ、だから。ああ、親指と他の指をつけることがない向かい。向かい合うことができないんですよ、指と指が。猿はもう、じゃこの前のこの、前にこう、がっていう、うんうん、か,こ,かこうやってしゃべるみたいな使い方しかできないんで。ぐっていうサインしてる猿、見たことないですよねあ。ないね、そういえばね。手はこうやって広げてるけど、こうなってから合わせたり。 お金のマーク、金、ねとかできないんじゃないですか、たぶん。ちょっと、半蔵、ちょっと調べてごらん、ててちょっとあの<分>あの、あの意味伝わった、のこの指が猿が向かい合わないはずなんですけど、オッケーができないってことですね、猿は。多分できなかったとも記憶してるんですけど。うん そういういうにだから指が進化したおかげで脳のこの上の部分の運動屋っていうのは手が,手がいっぱい締めてるんですよ、電気が、うん、なんか7割ってね、ホームクロスでやってますよね、あまあ、刺激はもう7割は手のひら、手,手のひらにの指<先>脳の運動屋に行くんで、うん、だからジャグリングとかしたら脳に刺激がいきますよっていう話になるんですけど、うん、まあ、そもそもだから、その、あのー、右、あのー、前足のうん、うん。 付け根の部分が動いてなかったっていう大変なことをしてて<ー>その前足の付け根の部分が要は前足の付け根と手がこうやって綺麗に羽ばたくのが鳥ですよ、ねうん、そう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 鳥ってだからだから人間は鳥にもなれる手前にいるじゃないですか構造的にフレームが一緒なんですようん、うん、一緒よねフレームがで徳地さんついに羽ばたくってことですか徳地登がだから羽ばたく時に要はですね 僕はこの外してて分かったんですけど首とかも全部独立して宙に浮いてるんですよ肩とかも全部くっついてないんですよ、どこにも骨が。要はゼロポイントっていうんですけど鎖骨から左手をきれいにバンザーイって上げてみてくださいバンザーイバンザーイを指をもう遠くに何ですか引っ張られてる感じあのあの宇宙人にさらわれてるみたいな感じで引っ張ってそのままきれいに肩に戻すとカチャっと乗りません 引<あ><あ>っかかるんですか、ここに。要はこの、離れてるってこと、今。このこ,こ,のこの骨がありますよね。この骨が肩に肩をグッて引っ張りますよね。引っ張って一番高い位置に落とすんですよ。要は、このはいっぱいって、この乗る感じ。うん、乗せて、引っかけるんですよ。引っかかるとこないんですよ。あり,すあります、あります。こう引っ,かかったこうやったらしたら引っ,かかったこうやってグリグリ動かしてると、うん、要は、こんな感じで骨が動いてる感じになります、ね、うん ここにいっぱいあのガ,ムあのガムがくっついてるんですよ。これまでの特殊さんの型はでしょ回らないんですよのもう本当に型が回らない状態。ここ詰まっとるわけだもうあのゴミ溝にね、ゴミがたくさんね。全然回らない型ですね、うん。回らないんですよ。だからこれを無理やり引っ張っ張てうん、うん したらここが痛いじゃないですか、痛い,痛い、痛い、ここ詰まってるしね、ゴミ詰まってるから、ゴミがあるの無理やりこうやって何時間も短所縁かけてバキバキってやると、ゴミ落とし、ゴミがどんどん落ちてって、無理した筋肉が炎症を起こしてますよね、無理に引っ張られたから、それを水飲んでるんで、痛くて死にそうなんだけど、1時間、2時間寝たら治るんですよ、たったこんだけでだから僕、僕、体何回もぶっ壊してるんですよ。こ、うん、このこの 10日間ぐらいで45、うん、回壊してますもう自分でで実験してるわけですね体でだからもう泣,泣くぐらい痛くて肩が肩が回り,回,る回りまくるからもう筋肉があの肩回すとバキバキって外して肩の筋肉とかが全部きれいにポジションこうやってあの考えながらあこうだとか言って入れてるんですよ 綺麗に体の背中の筋肉が張って姿勢も良くなってお腹もへっこんであだからどんどん痩せていってんだ短期間で痩せるんですよ<ー>でマインドの問題なんでもうこれはできるって分かってるんですよね何んんん、うん、でかっていうと例えば1 0 0キロのダイエットだってできると思うのは、うん、1>, 1日必ず1 0 0ラム1 0日で1000 10日で1キロだったら 100, 100日で10キロ、うん、1000日で10 100キロ痩せれますよねだから100キロ痩せようと思ったら1000日だから3年頑張れば100キロ痩せれますよ体重150キロの人が毎日100ミリグラムずつ落とせば3年で痩せれるって100キロ痩せるのって簡単と思います単純計算で毎日100グラムしっかりやればそうなりますよねうん、うん、理屈でだから僕が 10キロにあと僕が今89キロだからうん、うん、大体70まで持ったら大変なことになるので大変なことうね、うん、20キロ落としたらもう僕大変、まあ、15キロ落としたぐらいで大変なことになるんで<ー>たった15キロでしょたった15キロだったら毎月,毎月2キロ落としただけでも、うん、と今年中でしょ徳さんもうあの過去の今の体型、うん、それより太ってるのはもう。 フェイスブックにたくさん写真があるじゃないですかわざと太らしてるからね、うん、もうこれから今から15減ったらもうみんなびっくりするんですねんんでとんでもない、はあ何したのってだからあとただ痩せるだけだったら要はじゃあ商売のために痩せたんでしょって話になるでしょんか要はダイエット食品売ってる人って自分の体で痩せたんだって証明するのがいいと思ってまあ、うん、だからこれも含めて痩せることになるから別にいいんですけど僕の場合はあのブルース・リーの あの背中のからん、あの写真に有名な写真だよね、のこの有名なあのブルース・リーの背中の肩甲骨と肩甲骨がひっつくなんでしょ、分かる分か,る分かるあれ、多分2年ぐらいでできるようになると思う、もっと早くいけんちゃいますもっと早く行くかな、ね、なんか2年はかからないと思うんですよ、うん、年内下手したら行くよ、いくかな、いくと思います、もう早いペースがだから、そういうの、だから毎回こうやってやっときながら、とりあえず。 だから何って思うけどそういうことなんですよね、うん、僕はあのこれができるようになったおかげでうん、うん、ある意味もしかしたら1000万の宝くじ当たるのとこっちどっちかったらこっち選びますね肩甲骨が回るっていうやつね <laughs> 1000万級だなこれなるほどね、うん、1000万は欲しいけど 肩甲骨回る体験は1000万では作れませんね、ななだって過去にむしろそれぐらい使ってな変わってないわけだから、うん、30年間の衝撃でしたね。ああうん、僕はあの自分の体がこんだけハンデを背負わされてるとは思ってなかったです、ね、逆にようここまでそのハンデでここまでやってきましたた、ね、多分ききた、ね、そういうことが、多分脳の使い方、心の使い方、多分普天間さんもコーチングされてて思いますけど。 なんで自分に無理やり難しい方向に考える人いるんだろうっていうフレームの人いませんいる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 なんで安心 Do のこと攻め、なんとかね攻めてるの、うん、みたいなねあるあるあるあのなんで逆に別の人もいるさ、うん、なんで外ばっかり文句言ってるんだろうみたいな<ー>世の中に不平不満ばっかり言ってる人って、うん、まあだけどそれも仕事ですから本人がやりたくてやってるわけなんで別にそれでも構わないですけどうん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  そういうい中でだから、やばいですよ普天間さん、この水。いいですねだから、この水ってもそもそもが情報を蓄えるものを記憶しますからね、思いも情報も蓄え僕,僕は嫁にこの水飲んだら肩周りが良くなったってずっと叫んでたから、うんうん、それは言うのをやめなさいって、誰か誰ろ、嫁が。嫁はやっぱり弁護士だから、目指してるから弁護士的に、水飲んだら体が良くなるとかっていうのは、うん あなたはなったかもしれないけどあなただからなったったていうのもあるでしょだから水飲んだからこうなった水飲って健康になってる感じがするぐらいはいいけどそういうふうに言うとこれ飲んだらがんが治るとかうん、うん、だけど僕はがんは治ると思ってるのは要はうん、うん、あとはマインドの問題僕はこれから無敵になるのは、うん、30年間回らなかった方をうん、うん、たった10日間のイメージトレーニングと実際の行動でうん、うんうん ね、背中割ってしまったから肩甲骨外してしまったんでがんとかになっても念じて直せますねあも,うもうもう確信に近いのがねしゃあないとマインドでよくなるんだっていう、うん、なんでマインドで、ね、自分の体をね柔らかくした、うん、あとさ一回エムいきましょうか、うん、何あ親指の先と他の指の先を全て合わせられる霊長類の中はあやっぱ人だけって猿はやで猿できんって人かしかこの輪を作るのはできないみんな 猿もゴリラも前にしか、ね、鎌みたいにしかできない。たったこんだけの差があの多分脳に対する刺激を全然違うるほど、ね、しれないかなと思ってじゃあ一回 CM? じゃあ CM いきましょう。ああなるほどねでも意外とこれ知られてないねこれね、うん、確かにできないよ猿たちって。うん、して普天間さん本当と何したんですけど肩の筋肉が回るようになって、うん、回った筋肉を一番上、まあ、普天間さんもともと柔らかいからそれがあるかわからないですけど。 例えば普天間さん柔らかいですねつくんですね。普天間さんの限界がこれとっても引っ張ってここに囲って、うん、もうきつい、乗せれませんこっちにどこにもっと上にもっともっと限界に乗せてもらってもいいです乗乗せる乗せるるこれが要は型があるじゃないですか肩が来られるとすると骨がついてるじゃないですかだからこんな感じでついこれがこんな感じになってるのをうこうやって持っていった時に要はに こうなってる時に囲んて入ってるんですよ。これをちょっとでも高いところにずらしておくります。うん、あこっちあこっちにあこっちまで。うん、<っ>できるかな。今ある限界があるはずなんですよ。これはもう、うん、アイエンディングこの肩のこのさらに乗っかってるところじゃなくて、その皿よりももっと上のところ。どっか自分が今今まで馴染んだところじゃなくて、うんうん、馴染んでないところの。 位置があるんですよあーそこに載せると載せると1ミリでもいいから遠くに行くじゃないですかそしたらその1ミリのせいでその周りを肩周りにとかの肩甲骨に張り付いてる腱とかの筋肉こうつないでるところがピーンって伸びちゃうじゃないですか、うん、伸びる痛いんですよ徳さんこの痛いのをチャイアリーしたんだこの10日間痛いのをこうやってうざと したらこのまま向き変えると今度内側についてるやつが伸びるじゃないですか伸びる伸びる痛い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 縁にあると外側が伸びる伸びるその限界にせたところはどこに動かしても痛いんでしょ痛い限界だその限界こうやって伸ばしてるこの剣で周り削ってるこでガリ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 ってつまり徳島さんのこの周りのゴミを落としてるイメージでしょだから僕はもう悟ったのは あの肩こり、四十肩、病気全部、セルフで治せますよ。うんうん、あ来ましたね。なんでかっていうと、人間の体って自分でセルフケアできるように骨組みになってます。あまあ、あもう構造的にできてると構造僕が、僕が車だったらそうします、自己回復、だから要は例えば、左肩が炎症、肩こってるときに、それをどことどこに伸ばせば、ここが伸びるとか。 必ずテンションかけれるようになってるんですようん徳さんこれあのもう全部ででききるるかなできると思いますね例えばあの複、ー、雑骨折とかあとは虫歯とかさできると思いますいけるん虫歯でさえもセレフで治せるはずだと、うん、もうこのままいけば。 マインドの問題ですよだからできるんだから僕はこの肩が回るっていうのは僕の30年間の中の衝撃だからああまあだってもう目の前にね、うん、それを証明した人がいるからねあの自分自身に対して証明してるんですよ、うん、でそれができた時にこうやって乗せるこうやって乗せるうん、うん、でこれは後ろに乗せたらこのここの方にこんな感じで骨が乗るじゃないですか してこっちこのやつ乗せるじゃないですかそれを後ろで合わせたらこの剣と剣がこんななってるのがギリって書いてパキってこの中をなんていうんですかね糸と移で結んでパキッて切ったみたいな感じでそ<ー>したらあの首の骨が一段上にコンって乗っちゃうんですよね。うん うん、これ徳さん、あのなんつうの、まあちょ、コーチングっていろんなブロックを外すのが目的なんですいろんなセミナーも。自分の体で実験して、うんうん、その経験できたら、一気に世界変わるね。だって自分の体で証明して、本当だ、絶対無理と思ったのができたっの無理だもと思っ,っ,ったのができちゃってしまって、だからあの、事故の中の体の変化って、心の変化を自分で気づくのも大切ですけど、うん、体の変化は、現実化、物質化さ,されたところでの だからねすげえ。あと20秒です徳志さんそうするとこの頭の骨に乗った瞬間に光が降りてくるんですよババーン出たついにこの理由が分かりますこれ理由がえ何あと10秒前え何何あ、虫歯は無理よ歯科衛生士ってはい、お疲れ様ですはい、今ここがナビだーそうなんですよ